新広史寿による清掃記差挿絵、清掃機は元の王ジッポによる雑劇で原曲の代表作である。正式な題は、サイウグイス、ウグイスマちズき清掃機。作者の王ジッポについてはよくわからない。大都の人で、姓が王、名が特進で、ジッポは字。現存する儀曲には、清掃機以外に、霊春堂、早起があり、他に、いくつかの三曲が知られる。 清掃期はおそらく13世紀末頃の作品だという。清掃期の原型になったのは、当の原神による電気小説で太平洋気巻488にうぐいすうぐいすでんの名で載せる。原神の友人であるバリセイの話という体裁を取っている。その筋は以下のようなものである。上弦の頃、広志休時に宿泊していたバリセイは、 兵士の略奪から寺を守り、たまたま同じ寺に同宿していた再家の未亡人から感謝された。宴席で、バリセイは未亡人の十七歳の娘に一目惚れし、娘の次女である、くれない娘の入れ知恵で娘に死を送った。娘は、夜に忍んでいらっしゃいという意味の死を返すが、実際にバリセイが訪ねていくと意外にも娘は、バリセイを叱りつけるのであった。 ところが数日後に今度は、娘の方からバリセイを訪れ、二人は情を通じる。やがてバリセイは、家挙試験のために都に旅立つが、その後、自分が娘によって、身を滅ぼすであろうと考え直し、感情を抑えるようになった。一年ほどしてバリセイも娘も別な人間と、結婚した。その後、バリセイは娘に会おうとしたが、娘は、バリセイに二つの死を送り、 その後行方不明になった。娘の妖名は、うぐいすうぐいすと言った。うぐいすうぐいす伝は、筋の上では、清掃機とほとんど共通しており、うぐいすうぐいすの送った詩に、町月清掃家という句も出てくる。しかし後半のバリセが心変わりする部分以降は、後世の作品からは削除された。層に入ると、うぐいすうぐいす伝を元にした語り物が作られた。 現在知られる最古のものは、北宋の蝶特林による小町町、小長蝶、連歌鈴み越しで、三分部分は、原作の、うぐいすうぐいす伝をほとんどそのまま使っている。金の東海源、清掃機諸宮蝶では、原作から大幅に変更が加えられ、特に最後は、バリセイと、うぐいすうぐいすが結ばれる、ハッピーエンドに変えられている。大じっ清掃機は、直接には、 当製層に基づき、これを劇曲化したものである。原曲は、折と呼ばれる部分から構成されるが、原則として一つの原曲は四折からなる。他に、結子と呼ばれる序にあたる部分が加えられることもある。また、ただ一人の人物だけが歌うという特徴もある。ところが、製層機は、通常の原曲を五本合わせた形式をしており、合計すると21折と5つの結子という、 他に、例のない長大な作品になっている。また、歌も、複数の人物によって歌われる。これらの特徴は、語り物をそのまま原曲化したためと考えられる。ウグイスウグイスは、いとこの定久氏しと結婚する予定だが、父のもが開けないために、まだ結婚していない。母と共に、川中府の広し休時に宿泊している。 バリセイは義兄弟の森将軍に会いに行く途中、上元17年2月に、広子球児に、物見遊山に行ったが、そこでうぐいすうぐいすとその次女のくれ娘を、偶然見かけて、うぐいすうぐいすに一目惚れし、広子球児に投流することにする。バリセイは、くれ娘を介して、うぐいすうぐいすと死の応酬をする。広子球児では、うぐいすうぐいすの父のための法要が営まれる。 族の棟領である孫彦は、うぐいすーぐいすを奪って、妻にしようとする。夫人は族を退散させることができる人に、うぐいすーぐいすを妻としてやると発言する。バリ勢は法要を引き延ばしてその間に、森将軍に手紙を送り、将軍の力で孫彦は引き下がる。バリ勢はこれでうぐいすーぐいすと結婚できると喜ぶが、夫人は約束を保護にする。悲しむバリ勢に、 くれない娘はことを引いて、うぐいすウぐいすに聞かせるよう勧める。くれない娘の入れ知恵で、バリセイは、うぐいすウぐいすに手紙を書く。うぐいすウぐいすは、表向き起こるが、返事を書く。バリセイが見るとそれは夜に忍んで来いという意味の詩だった。その夜バリセイは、うぐいすウぐいすのもとを訪れるが、意外にもうぐいすウぐいすは、バリセイを怒るのだった。やむを得ず、バリセは帰るが、 重病に陥る。ウグイスウグイスは薬の処方箋をバリセイに送るが、バリセイはそれを読んで、ウグイスウグイスの方が自分のところにやってくると知る。バリセイのもとに、くれない娘とウグイスウグイスがやってくる。事情を知った夫人がくれない娘を問い詰めるが、開き直ったくれない娘は夫人を正面から避難する。夫人は説得されて、バリセイが 過去に合格することを条件に、うぐいすーぐいすとの結婚を認める。バリセイが旅をしていると、うぐいすーぐいすが追いかけてきたのに驚くが、それは、夢だった。半年後、ハリセイは見事に上限となり、うぐいすーぐいすに手紙を送る。うぐいすーぐいすの本来の婚約者であった、テイヒサシは面白くなく、バリセイをバカにするが、くれない娘は、バリ勢の優れた点を羅列して、 帝久氏をやり込める。帝久氏は、バリセイがすでに英商所の娘を制裁にしたと嘘をつき、夫人は、またしても、帝久氏と、ウグイスウグイスを結婚させる算段を始めるが、川中夫院に就任した、バリセイが戻り、森将軍もやってきて、嘘は、簡単に露見する。バリセと、ウグイスウグイスは結婚し、大団円で幕を閉じる。伝統的には表向き。 清掃機は、印書とされ、両家の子女が読むべきものではないとされた。しかし実際には大いに流行し、伝キ明によると新末までに百種に及ぶテクストの存在が確認されるという。秋世にはまた、清掃機を南極に作り変えた、南清掃機が作られた。金星丹は、清掃機を、創始、理想、式。 と星、水古殿に並ぶ第六祭祀書として高く評価した。公労目ではしばしば清掃期とその文句に言及しているが、台を改新期に変えてある。ありがとうございます。